セビアン・グローバーは、アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク生まれのタップダンサー、振付師、俳優。ロン・チェーニー、ジミー・スライド、チャック・グリーン、バスター・ブラウン、グレゴリー・ハインズ等、数々のタップマスターたちを人生の父として尊敬している。母のイベット・グローバーは、歌手、重帝のオーマー・エドワーズもタップダンサーである。 7歳で地元のドラム教室に通い始め、そこでリズム感を見出されてダンス教室に通うことを勧められる。その教室でプロデューサーの目に留まり、12歳の時、タップダンスキットでブロードウェイに代役としてデビュー。続いて15歳の頃に出演したブラックブルーにて当時最年少としてトニー賞にノミネートされた。1989年、 映画 TAP にて、グレゴリー・ハインズと共演、映画デビューを果たす。TV プログラムセサミストリートに、レギュラー出演し、スパイクリー監督の映画、バンブゼルド等に出演。グレゴリー・ハインズとは2001年に、ボージャングルズで再共演している。23歳で、自ら制作、主演した、ノイズファンクで、トニー賞最優秀振付賞など3部門を受賞。 2002年には日本公演も実現した。2006年には 3DCG アニメーション映画、ハッピーフィートにおいて主人公マンブルのモーションアクターを務めた。スティービー・ワンダーやケニー・ジー、バーブラ・ストライサンド等著名なシンガー、プレイヤーたちとの共演や、ジャック・ディジョネット、マッコイ・タイナーラ・ジャズ・レジェンドとのセッションも多い。1998年には、 当時の彼のダンスグループ、ナイエスと共に、ホワイトハウスにて、ビル・クリントン大統領夫妻の前で、パフォーマンスも行っている。現在は、ニューアークにある、ダンススタジオ、ザ・フーファースクラブ・スクール・フォー・タップを拠点に活動を、広げている。ありがとうございます。